い、どうもー、ウォー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 、はい、ズンズンチャンネルやってきました。よっ、ということで年末ですね。年末なんで今日はね、ちょっとスニーカー企画、はい、久々にこっちでやろうかなと思って。はいはいはい。一応スニーカーアカウントみたいなの作ったよ。もう1年ぐらい更新してなくて、はい、これを楽しみにしてたって人が少なからずいてて、はい、います。やっぱりスニーカーファン多いんでね。あ、ほんで、あの、はよせえはよせえって言われてたんですけど、まあなかなかやっぱこうコロナの時やったらさ、まあ時間まだあったやん、イベントがなかったから比較的できたんですけど、ちょっとまあこれ言い訳っぽいよね。まあ言い訳なんですけど、こうやっぱ今年入ってちょっとイベントめちゃくちゃ増えたやん。で、地方やっぱ行くし、その自分の裏のうちイベントもむっちゃ増えて、で制作も増えて、ちょっとね、あの、あくまでもスニーカーアカウントはこう趣味やから、サブちゃんっていうことやった。そうそう、俺のあの趣味の延長みたいなさ。だからスニーカーアカウントの方もあんまり更新してないんですよ、インスタの。はいはいはい。今年は去年あんなにやった、去年はあんだけ毎日やっててんけど、もう今年はもう別にいいかなみたいなんで、はい、これ買ったみたいなのをあげてたぐらいで、はい、それも更新してないぐらいから。なるほど、うん、だからまあちょっとスニーカー飽きたんかみたいな。変わらず買ってるんですか。買ってんのは買ってるんですよ。だってもう今年で100足ぐらい行ってますから。 100? はい。そんなに買ってるんですか。 100行ってないぐらいですね。90、まあ、まあ90何足とかぐらい行ってたんで、まあこれちょっと久々に、まあ今年買ってよかったスニーカー、はい、7足選びましたんで、ベスト7、ベスト7、ちょっとこう持ってきて久々にやろうかな思って。ジュニア的、はい、もうレゲエ好きはあんま興味ないかもしれないですけど、密かにおるんですよスニーカー好きが、ここにも。だから、あの、ちょっと久々にちょっと、はい、やろうかなと思いまして、はい、靴持ってきました今年の。はい、はい、ほんでまあ、あの、一応ね、今年これ買ったよみたいなのはインスタの本垢で一応スニーカー届くたびには上げてんねんけど、レッドスパイダーキックスみたいにで、こういう感じでかっこいい感じで写真撮ってるわけではなくて、はい、もう喋でもパシャみたいな、やからもう知ってる人は知ってると思うんですけども、まあ一応今年もいっぱい出ましたんで、はい、ちょっといいっすか。もちろんやらしてもらっていいっすか。はい、スパイダーキックス更新がなさすぎて偽垢出てますからね。え、偽垢が、あ、今偽垢あるもんね。ここでもちょっと知らない人に届くかも。あ、そう、偽垢あるからね。あの、偽垢で DM で何々当たりましたみたいなことやってらっしゃるらしいですけど、まあそいつのアカウント1000人とか2000人とか、絶対俺そんなしないんで、あの、本垢の方はもう絶対そういうことしないんで、あの、レッドスパイダーキックスは、しないので、くれぐれも注意してください。そういうね、これ一応言ってた方がいいか。はい、はい、ということで第7位、第7位なんですけども、もう第7位はちょっと入ってきてます。お、はい、もうこれなんですけど、ニューバランス M990V3 ってやつですね。はい、これなんでかというと、今年一番俺履いたと思う。へえ。これで、まあジャマイカこの前行ってた時もこれもちろん持ってって、これめちゃくちゃ履きやすくて、まあもうニューバランス履いてる人は分かると思うけども、超履きやすいんですよやっぱ。でもちょっと履きすぎてね、俺あんまりこう汚れの嫌やけども、ほんまちょっとこう汚れるぐらい履いてる、これです。今年どうですか、ちょっとなんか流行ってません？まあニューバランスは基本的にね、今年はやっぱ当たり年というかだいぶ流行ってますね。とあるスニーカー屋さんはもうナイキよりニューバランスの方が売れるっていうぐらい言ってましたから。流行り廃りがすごい。はい、もうだから、だってもうナイキとかもさ、もうジョーダンとか余ってるからな。あの、まあまあ売れてるのもあるけど、はい、余ってんのもあるから。ジョーダンは OG とかもう前までとかやったらもう絶対なかったやん。もうバンバン余ってるから、スニーカーズやな、どこでも。ちょっと昔より買いやすくなったんじゃないですか。だから、はい、その面では。ダンクとかももう、あんだけ出たら、
もうお腹いっぱいやって人もおるやろし。まあでもいいことなんですか、スニーカーマニアからしたら。俺は別にね、そもそも、どっちにしろ買うから。で、別に余ってるから買えへんとかじゃないから、余ってても欲しいのを買うから、はい、インラインでも全然買うし、コラボだろうが、インラインだろうが、自分がいいなと思ったの、買うので。でまあ別に転売しないんで、人気が出ようが出まいが。そうそう、人気が出ようが出まいが、履きたいのを買うっていうだけなのでね。って感じで、まあ、ちょっとニューバランスの方が買いにくいかもしれない。ひょっとしたら。はい。まあでもこれ、今年一番履いた。はい。こちらですね。はい。どうですか？うん。別に興味。いや、かっこいいですか？全然興味ない。かっこいいと思ってます。第7位です。7位、はい、990結構高いですよね。まあ990ですね。これ定価も3万ぐらいしました、ね、3万ぐらいいってますよね。ちょっと覚えてないけど、これはほんまに入った、今年一番入った。でまあこれが一応7位ということで、はい、今日入ってきました。持ってくのめんどくさいので、いろいろで、6位、はい、6位なんですけども、6位はね、まあ、この前出たジョーダン1ローの、ザイオン・ウィリアムソンの、コラボになるのかな、はい、まあ、これですね、はい、これは結構ね、俺の中では名作になるんじゃないかなと思ってます。はい、結構なんかね、ディティールが結構面白いんですよ。こういうちょっとこう右と左で色違かったりしたり、はいはい、あとまあこのなんか何ちゅうこの縫い付けみたいなのあるやん、このこういう感じのさ、はいはい、わかる？手術みたいな手術みたいなやつ、こことかもこうなんかこういうのとかあったり、あとはね、ここのね、ドクロ見えるかな、こうドクロに上にちっちゃいねボタンみたいなのついてたりね、片目、こういうの結構おもろいなと思って、こっちもあちゃんと色も変えてこれは結構名作に入るんじゃないかなと思うねんけど、細かいですね。俺結構好きなんですよこれ、はい、まあ、全然別にその高くなってるものではないんですけどね。あ、そうなんですか。そう、知れてると思うねんけど、うわ、俺はこれちょっと最近よくたまに入ってる感じですね、はい、どうですか。いや、なんか仕事が細かい感じがしますね。いや、これね、意外となんかね、素材もね、ヒールとか横のスウェードとかなんかいろいろこう遊び心があっていいなと思って、うん、どうですかね。ダメですか。あんま興味ないですか。あ、いえいえ全然興味ないそうですね。冗談嫌いもんな、あっちそんなことないですよ。うん、シューレースとかもなんかいいやん。うん。うん、SM で縛りそうな紐やん。ジョーダンとかでもここまでやるんすね。なんかダンクならあれなんかなっていう。ジョーダン、そうやな。あんまりなんかそんないじってるイメージないよね。まああるのはあるけど、これ結構ね遊びが入ってて、俺は好きなんですけど。みんなは知らんで、いいなと思って、これが6位です。6位、はいはい、じゃあ言っていいですか。はい、第5位、でしょ。第5位はね、まあ、これもね、この前出たアディマティックなんですけど、はいはい、ネイバー、まあ、今年は結構アディマティックわってなってたと思うんだけど、その中でもこの配色は結構良かったなと思って、これネイバー のコラボなんですけど、はい、俺は結構個人的にねこれツボってもうて、これまだちょっと賞味まだ一回も履いてないんですけど、ちょっと履くタイミングを今狙ってるとこですね。で、まあ、後ろネイバーって書いてて、ここいいなと思って、このグレーが、黒グレーが、ネイバーそのギザギザやってきますよね。これやってきますよね。なかなかいいなと思って、はい、はい。アディダスが珍しくランクインですね。今年は結構でもアディマティック
だいぶみんな勝ったんちゃいます？オリジナルで復刻もあったし、別注カラーみたいな、アドモスとか、ラージとかも出てたっけ、なんか結構いろいろ出てたと思うけど。まあね、俺オリジナル持ってるねんけど、ちょっとちゃうかったけどね、色とかは。うん、あ、黒はね、まあまあ近いと思うねんけど、緑はね、ちょっとやっぱオリジナルとちょっとちゃうかったなーって感じですね。多分、塗料問題で、使えへん塗料とかがあって、多分、当時の緑を出せない問題が多分あると思うんやけど、だからそういう面では、ちょっと、当時のまんま、当時のディティールで欲しかった人は、ちょっと残念がってる声も聞きましたけどね。はい。ちょっとね、復刻の方はね、明るいね、緑が。で、昔のはもうちょっとなんかこう、深い緑というか、ちょっとちゃうな、やっぱ。まあ、それは置いといても、まあ、これはだから、まあ、新色というか、そういうのなしで。だオリジナルって出すのやっぱむずいやん。オリジナルをこう再現するみたいなってさ。はいはい、今、その塗料規制とかあるやんか。はい、汚染系とかでさ。だから、使われへんものって多分増えてるはずやねん。で、その中で、やっぱこう再現しようとしてんねんけど、なかなかやっぱね、当時の感じ、当時って多分めちゃくちゃやったと思うね。そういう再、なんか工場とかも結構めちゃくちゃやったと思うねんけど、はい、そういうのがやっぱ規制で、なかなかこうでけへんみたいな。で、だからこう、ニューカラーみたいなのはさ、今の感じでできるわけや。だから、なかなかこれちょうどハマってよかったけど、俺は。なるほど。はい。どうですか？かっこいいですね。俺はね、これ結構着てるなって感じ。まあ、年内一発は履きたいなと思ってます。はい、これ、多いですね。はい。はい。はい、で、残り4足？残り4足なんですけども、第3位。はい。第3位はね、ダンクっすね。別に何のコラボでもない、インラインで出てたダンクなんですけど、結構俺これカラーが好きで、春ぐらいかな？春ぐらい出てたと思うんだけど、はい。まあ、これ、普通にインラインで、今はもう多分売ってないかもしんないですけど、別にそんな速乾することもなく、こういうのだからいいなと思ったら買うんですよ。なんか特別なものじゃなくても。特別、まあそんな大して特別なものでもないねんけど。どうすか？緑のワンポイントめっちゃいいですね、うん。カラーリングがね、なんかいいなと思って買ったんですよ、これ。まあここに来て、ハイカット。はい。これ全部ローカットでしたから。はい。まあ、ハイカット入ってきました、これ。ダンクハイってどうなんすかね、その。まあ、好き嫌い分かれるかもしれんけど、俺はもう、ハイもローも履くタイプなんで。もうカラーで。はい。で、もう、ロー履くときと、ハイ履くときって雰囲気変わるやん。それでなんかもう分けて履いてるって感じやけど。どうすか？全然、みんなこう見てる人も興味ないみたいな感じだから。知らんがな、みたいな。そんなことないでしょ。まあまあ、これが一応ね。はい、もう普通にダンクハイですね。はい、4位か。え？ 4 位ですね。それが。これ4位か。これ4位ですね。はい。でもまあ、今年、ほんま結構ね、いろいろ出たんですけど、多分みんなが思ってるの入ってないかもしれん。なんやったらもうシカゴとこれ持ってきてないで。はいはいはい。もちろん買ったけど。一応、心のランキングに入ってるんでしょ？別に、まあ、勝ったけど、まあまあまあって感じ。思ってたよりも、興奮はなかった。全然、まあまあ思ってた通りやけど、まんま欲しかったねんな。やっぱり。そっくりそのまま。そっくりそのまま。だから、まあ、これ、今の、これが4位なんですけど、これ次もまたこう、これ3位なんですけど、この感じで、欲しかったなぁと思って。シカゴも。これ85年に近いタイプのやつやねんけど。エアジョーダン85ってやつ。85? だから85のディティールに近づけてるみたいな。この感じでシカゴ欲しかったなぁと思って。それ古いジョーダンの感じですね。うん。ちょっとシュッとしてるっていうか。まあこれでもジョージタウンカラーつって、これはこれでいいなと思って、これも入ってんねんけど、このシリーズ俺結構好きなんですよ。で、今までに、
これ出てて、で、あと、白いので、白のやつ、白のやつって言われてわからんか。まあ、白いやつがあって、あと、黒赤も出てて、4足ぐらいやと思うね。まだ。4、5足しか出てない。全部持ってんねんけど、このシリーズは。まあ、今年これ、頭の方に、1月、2月ぐらいやったと思うけど、これ出てもう、速攻履きました。はい。ジョージタウン。どうですか、この感じでシカゴから、この感じでシカゴは、ね、絶対いつか来ると思うけど、まあどのタイミングで出していくのかなって感じで、まあこれで出たら売れると思うけどね。なんか決まりあるんですか、そういうこう復刻って何年ごとにやりますよとか。まあ大体アバウトやけど7年から5年の間には出てるかな。まあ全然出てないのもあるけど、この前ジョーダン7のやつとかは初復刻やったと思うし、だからそうやって初復刻もあんねん。でも20年の時を経てみたいなとか、はい、まあこう人気もんはね、まあ定期的にこう復刻されてるけど、ちょっとやっぱディティールがさ微妙にちょっとちゃうかったりするわけや。で、でもヘッズの人たちはこう当時の再現もんが欲しかったりするやん。だからそのそうな気にせんと普通にカラーリングで欲しいって人と、そう当時の感じが欲しいねんって人ちょっと分かれると思うね。そういう素材とか質感とか。そう。まあこれはでも俺結構個人的にいいなと思って、これ3位に持ってきました。はい、ジョージダウン。でですね、2位でしょ。2位はね、ちょっとミーハーって言われると思うんですけど、でもまあ一応ね、はい、トラビスとジョーダン1のまあロースね。ミーハーやなって思ってる人もおると思いますわ。いやでもね、これいいねん。履きやすいねん。カラーリング。で、この前出たあの黒ももちろんあるんですよ。あの、白のステッチ。それももちろんあんねんけど、俺、今年で言ったらこれの方が、個人的には、好きやなと思って。いや、なんかさ、このカラーリングがあんまないなと思って、こういう配色が。ジョーダン1の、この前出た、黒の白ステッチのやつとかってさ、まあ、あり得るカラーリングやんか。でも、いいねんで、もちろん、その悪くないねんけど、この、カラーパターンなかったなと思って、個人的にはこれが、いいなと思って、2位にしました。ミーハーや、みたいな。思ってんねやろ、ミーハーやな、お前って。なことないでしょ。ほんま。人気でしょ、これも。もちろん、まあまあこれは人気やったっすね。やっぱりこのジョーダンシリーズ今年一番、まあ変な話、うん、値段が上がったものって、まあこれとかもそうやけど、それこそこれの黒、この前出たやつとかはもう15万とかなってるみたいですよ。もうどんなもんなの、それぐらいなんかな、もうちょっといってるか。トラビスはすごいですね、毎回。それトラビスのあのエアマックスもあったし、なんかいろいろあってんけども、まあそういうのはもうちょっと今回除外しました。はい。入ってないです。買ったけども？入ってるで、入ってるけど、そのランキングには入ってこませんでした。俺の。ベスト7に入ってこ。ベスト7には入ってきませんでしたね。はい。まあエアマックスも良かったんけどな、トラビスの。ただまあ、C で言うなら9位ぐらいかな。うん。まあまあトップ10には。うん。っていう感じで、最後の1位。はい、いやもう最後の1位はね、はい、もうこれでしょ、ついに。はい、アシックス。何、自分の作ったんかいみたいな顔 してるやん。はい、いやまあそれはでもそうでしょ。はい、そりゃそうでしょ。はい、アシックス、はい、こういう感じで、これはやっぱもう自分的にはやっぱ1位です。はい、まあゲルライト3、これ一応名前、スニーカーって名前あるやん。はい。まあ俺はもうこれレッドスパイダーって呼んでます。はい。はい。レッドスパイダーモデルというか。はい。はい。まあこれが1位で。はい。ただこれまだ発売してないんですよ。もう近々ですか？ね、今週ぐらい発売します。今週？宣伝会みたいな。まあでもこれ一応22とか3とかに発売されますから、はい、詳しい情報は概要の方に貼っときますんで。まあでもこれですよ、うん、アシックス好き、まあもちろんナイキもニューバランスもアディダスも、まあプーマは今回入ってないけどリーボックとかももちろん好きやで、
コンバースもめっちゃ好きやし、バンズも好きやけど、やっぱアシックスもね、大好きなんですよ。これもズンズンチャンネルでもアシックス企画って何回かやってると思うんだけど、でまあゲルライト3って結構俺もうだいぶ持ってんねん、70、80ぐらい速持ってんねんけど、だいぶあのゲルライト3好きで、やっとできたわって感じですよ。よく雑誌の取材とかでもアシックスはなんか入れてますもんね。そのそうかな、まあ、これはでもほんまに履きやすいからさ、まあ、普通にいいなと思って、スニーカーとして機能性高いから。ほんでまあそのカラーリングを、まあ、こういう感じに自分の履きたいようにやらせてもらったっていう。どうなんですか、その好きな靴を自分でデザインするみたいな。いやもうそらもうスニーカー好きとしてはこう誰もが夢見るでしょ。自分モデル、うん、自分モデルっていうか、まあね、自分がカラーリングしてるの方が世に出るっていうのは、はい、これ趣味の延長やからねアシックスとアトモスとトリプルコラボ、ね、そうアトモスと、だからアトモスでも販売あります。でもちろん俺らのアムダズの方でも販売あって、アシックスでは販売ない、うん、確か。どう、これ1位にしてんけど、それはあかんわみたいな思ってる人おると思うけど、いやそらそうやろ。いやそら1位になるものをね、そらもう自分がやったのがやっぱ一番好きやからやってるわけですから。これも旗から見てましたけど、何回もやり直しして、いやもうこれほんまにな、3回やらしてもらって作り直し、もううっといわみたいな思われてたのな。そうでしょう、なんやねんお前みたいな、何回やり直すねんみたいな。ほんまは夏ぐらい発売とかなってて、はいはいはい、ただ朝からこれやり直してあれやり直してみたいなことしてる間にやっぱどんどん時間がかかって、まあ年内にはでもなんとか発売できたということです。はい、滑り込みで今年のランキング1位と。はい、1位になりました。もちろん、はい、まあ来年もこれもガンガン履こうと思ってます。はい、はい、もう俺これ自分で5足置いてますから。もう5足で足りるんでしょうか。いや俺はもう自分用に5足置いてますから。だからこういうのってさ、やっぱずっと履いてたらさ、まあ潰れちゃうやんか。でピンピン履きたいからさ、もうだから常に履き替えれるように、もう一応5足は自分用に置いてます。だからナイキとやったら鶴壁あるやん、エアホース、はい、あれとかも俺10足キープしてたから自分で、でこう履いては履き替えてみたいな。でももうないですもんね、新品は。新品は1足しかない。あ、1足履いてないのは1足だけ。あとはもう全部履いた、はい、ということで、はい、これが1位に。まもなく発売と。はい、これもぜひね、みんなちょっとゲットしてほしいですね。スニーカー好きの方とレッドスパイダー好きな方は、あ、まあ、ここにね、クモもいてますから。あ、左右にね、はい、完全に逆転してるんですね、色が。完全じゃないで、一緒のパートもあんねんけど、ちょっとずつちゃうって感じ。前から見たらまあほぼ違うみたいな感じやけど、まあ、横から見たらこういう感じやし、あ、上から見たらねもうちゃう感じやけど、はい、こだわり抜いた。こっちから見たらこういう、はい、ということで、どうですか、久々のスニーカー企画。はい、今年の、まあ、締めくくりというかまあまあまあね、まだあと今年もうちょっとあるけどね、スニーカーアカウントじゃなくズンズンチャンネルの方でちょっと久々にやらせてもらいましたけど、スニーカーアカウントの方もまだやりますから。偽物に負けないようにね。はい、いや負けてないよもうそんな負けてませんよ、はい、ということで引き続き YouTube のスニーカーアカウントもね、ズンズン、レッドスパイダーキックスやったっけ、え、何やったっけ、チャンネル名忘れたわ、もう全然忘れてきたわ、1年見てないからまあそっちの方もまだ回していきますんで、はい、来年はちょっと頑張るわ、スニーカーアカウントの方も。ということで、今日は久々のスニーカー会でした。ありがとうございました。